まあ、昇進断ろうかな。マメちゃん、お金大丈夫なの？貸してあげたいけど、うちにもないしさ。いくら貸してほしいの？はい、とりあえず50万。うん、じゃあ利振りはでも払ってもらおうか。まあ今日は5万だね。5万。落語の方の登場人物は大概決まっておりまして、逃げません、僕逃げません。もしなんなら、ここで一緒に住みますか？大丈夫かな、あいつ。ねえ、元気なかったですよ。ご量悪いからな。ほんのの私はつまらなかったら寝ますからね。お苦労様です。本日は坊や太郎の勉強会をご来場いただきまして、誠にありがとうございます。今でもお菊さん出てくるんですか？じゃあ行ったら会えるんだ、お菊さんに。脇寺さん、見えてるなんてもんじゃないですよ。どんな稽古をしたんだい？アンニャハラミタヒショケンゴー。まあ今も昔もね、変わらないものというのがこれはありまして、これは何かというと男と女の関係ですな。今日だって女の子いっぱいなんだから。嫌味言うなよ。自転車だって言ってますよ。これ仲間だけは手出すんじゃねえぞって言った。まあ皆さん、今日は、まあ、今楽屋でも噂になってることなんだが、私んとこの京太とお京さんところの手まりの件なんだが、ご存知の方もいらっしゃると思いますけども、うちの子と京太くんお付き合いしてた時がありましたから。最初写真撮ったの重松くんだと思ったんですけど、姉さんだったんですね。うん、許せなかったんだよね。あの野郎の節度のなさにはもう腹が立つけれども、ここはなんとか許してやってもらえないだろうか。後の始末は私がつける。この通り、なんとか許してやってくれ。松、はい、なんで俺たち話し家になったんだよ。女にモテるためじゃねえのか？なあ。